まさか都市伝説でアイアンで手の位置を高くしろみたいなことは、うん、アイアンでは起きないということですね。わざとやってんじゃなくて、地面に打つボールを打ってるから自然とそうなる。そういうことです。で、空中にあるドライバーのティーアップしてる球をアッパーに打つからそうなる。ただそれだけであって、さもそれをね、これ身につけてたら、そう、なんとか、何情報っていうの、そういうの、そういうのじゃないよっていう。皆さんこんにちは、みんなでチャンネル、エンジェルアキです。言わされてます。あ、じゃあ引き続き、はい、さっきドライバーやったんで、はい、でアイアンがね、マキちゃんね、ほんと知りたすぎて、これアイアンはこうでしょとか勝手に言うんで、はい、じゃあアイアンね、あの PGA ツアーの、そう、120人の平均値の7番アイアン、じゃあ同じことやりますんで、はい、まずアドレス、これちょっと待って、何度に見えるこれ、これちょっと当てますね、うん、隠すよ。でもさっきよりはマイナスじゃないと思う。お、まあ、それそうだよね、ここに直角出てくるね、はい、これはですね、3度、うん、お、見たでしょ。え、見てないですよ。答えは2.13 度。でも2度でもやっぱ若干、うん、あれこれ ね、角度によって結局回すじゃん、うん、だから写真とか、そう右から見るとすごい、確かにすごいじゃん。本当だ、これカメラ、そうなんですよ。だからこの後ろにガラスを置いてあるの、垂直を見る。へえ。で、垂直で見ると、ここを見たら、この辺から見たらすごいボールの位置とか真ん中に見えちゃう。うん、じゃあ逆に後ろから見ると、ほら、そうするとそんな見えないでしょ。この辺からだとなんか、この辺だと垂直に見えちゃう。はい。うん、2度ね。はい。はい、ドライバー何度でした？マイナス3度。マイナス2。はい。はい、もうね、はい、天然です。だから両方22で、22で覚えればいいんですよ。22、はい。で、今度は、ドライバーの時はマイナス2度で、うん、当たってる時何度でしたっけ？インパクトで。3度。おお。ってことは差が？5度。じゃあ今度は、アイアンは、待ってください。アイアンはどうなると思う？何度になると思う？これ2度だから。え、当てに行っていいですか？だから当てに行っていいよ。8度。じゃあその答えはね、エンジェル安弘さんがいきなりインパクトに行かずに、はい、なんかもったいぶって教えてくれると思います。あ、じゃあちなみにちょっと情報として、はいはいはい、この辺、さっきの左手のこの角度ね、うん、アドレスで139度、ドライバーと同じ。なんかアイアンはコンパクトとかなんかちっちゃくなるみたいな、うんうんうん、はい、これアイアンです。やっぱり92度。ここ、ね、あんま変わんないんですよ。変わんないです。実は変わんないんですよ。へぇー。まあ、92度だから90度よりも多いから2度開いてる。うん。じゃあ右肘は？あー、ほとんど90度。はいはい。そうなの。あれ、ちょっと見えてきた？変わんないんですね。そうだよ。そうだよ。手首と右肘の角度はドライバーの時とほとんど変わらない。うん、そうなんです。まあ、ちょっと少ないっちゃ少ないんですけど。確かに。こうなるとドライバーとアイアンってじゃあ何が違うのって感じです。あ、打ってる位置が違う。あ、まあ、いや、見た目は変わんないんですけど、うん、その辺ね、今いい質問なんですけど、だからアイアンを無理に浅くしてドライバーを深くしたりとか、いらないってことで、実は今の話っていうのはグリップスピードが関係してくるんですよ。グリップとヘッドスピード、うん、でこれ今回やってるとまた終わんないんで、また次回アキちゃんに来てもらわないと。あのね、このアイアン、7番アイアンなのに、うん、この肩と腰、うん、これ肩っす。はいはい。ちっちゃくって言ってるくせに90超えてるんですよ。そう。本当だ。うん。これからですね。腰もまあまあ。うん。はい、まあね、意外にね、うん、トップはね、意外に変わんない。本当ですね。結構ドライバーっぽいんですよ。うん、こういうところを見ると、うん。うん。じゃあここからね、8度と答えた。でもちょっと待った、ちょっと待った。いやいや、何？まだ変えようとしてんの？チートってことはハンドファースト気味になるってことですよね。まあ行ってみよう。はい。ツーさんお願いします。ドーン、インパクト。これこれこれ。はい。え？8度でした。すごい。え、違いますよ。やらせです。本当に8度。これ案件ですね、これ案件。違います。誰からピッカラの8度。はい。で、この線を出してもらうと。私最初8度って言った時どう思いました？え？だってさっき教えたじゃないでしょ、で。え、本当に、本当ですよ。エンジェルさん出してください、エンジェルさん。え、ちょっとドキッてしました。8、いや、すげえ、うわ、見たぞ、ね、差が6度、見てけどね、差が6度、はい、ドライバーの時は5度、だからほぼあんま変わらないで、確かに。これが、なんでこれしか変わらないのか、うん、っていう理由、あとなんでじゃあマイナスじゃなくてプラスだっていう理由は、答えはね、地面のボールっていうのと中のボールを打ってる違いなんですよ。うん、でここからはエンジェルさんが先ほどの手の位置の話と絡めて
説明してくれます、うん、手の位置を見てくださいね。まずアドレスがありますと、ね、まあ、なんとなく手の位置を覚えておいてください、うん、まあ、ここにやっておきましょうか。ドライバーに比べるとアイアンはあんま手の位置、うん、ほとんど変わらないですよね。けどね、高さで見ると、はい、もう一回やります、うん、アドレスと、これアドレスで、こうしたら、そうですね、うん、でもだからプロの軌道もあるんで、うん、ここに確かにね、そう、これエンジェルさん説明する、はい、でこれってすごいアイアンって手を低くしなきゃいけないんだとかじゃなくて、うん、そもそもアイアンの場合は地面に置いたボールを、うん、めり込んでしょ、ほんとだ、打ちつつ当たった後にこれ地面入ってるわけです、ほんとだ、はい、こんな入ってるんですか。そうそうそう、まあ、こんなって何ミリだよ、ちょっとだよ、うん、そっか、ここからこう、うん、すごっ、これがまあ芝生が取れるターフですよね、うんうん、ボール打った先でこうズバッとこの角度、こっちがさっきのドライバーとヘッドの位置でいうと、うん、構えた時に対しては逆になるわけですよね。ドライバー上がっていく、アイアンは下に、ズボズボ当たり前なんで、うん、手の位置はこっちはグイッと上がらないわけです、うん、まさか都市伝説でアイアンで手の位置を高くしろみたいなことは、うん、アイアンでは起きないということですね。まあだからわざとやってんじゃなくて、地面に打つボールを打ってるから自然とそうなる。そういうことです。で、空中にあるドライバーのティーアップしてる球をアッパーに打つからそうなる。ただそれだけであって、はい、さもそれをね、これ身につけてたら、そう、なんとか何商法っていうの、そういうの。そういうのじゃないよっていうね。なのでここの角度も、うん、アドレスが139で当たった時が146、うんうん、ほら、まあ、ちょびっとしか変化してないのは、まあ、アイアンなんでシャフトが短いので、うん、まあ、しなりも少ないし、うん、ボールの位置も地面だしヘッドも低くなるから、うん、まあ、あんまり変わらないねと。じゃあもう一個ついに秋田に質問しちゃいましょう。トツさん、正面からアイアンのインパクトにしてください。質問です。ターフを取れる取らないとかあるじゃないですか、うん、でこれ当たり前なんですけど、うん、ウェッジの方が深く取れるとかって分かります？開いてる。例えばロングアイアンとかフェアウェイウッドだとそんなに取れない、うんうん、でウェッジとかだと深く取れる、うん、はい、その理由は物理的に何だと思います？入り込みやすさ。あ、全然答えが違うんでけどね、このネタはまた今ね、ここはね答えたくないんですけど、けど一応ノビテックさんに頼まれてるんですけど、ノビテックさんのリンクを見ていただくとファントムカメラの映像があるんですけど、実はロフトが寝てるんでボールに当たった衝撃でヘッドが下がるんですよ。へー、だから地面に食い込む。まあアイアンのこの当たる部分って、うん、まあ、刃物みたいな角度があるでしょ、カミソリみたいな、でこれが寝れば寝るほど鋭くなる、ね、確かに、え、合ってるじゃないですか。え、違うよ、入り込みやすくなる、入り込みやすくなるっていうのはさ、この刃の話じゃん、じゃなくて物理的に落とされるが正解だから。なるほど、入り込みやすいんじゃなくて落とされる。意外と通じただけじゃなくて感覚的にも厳しいですね。はい、厳しいです。あのね、ここ結構厳しいんで、はい、そこね。でね、はい、もう一個ね、あのインパクトの真実を今ね、エンジェルさんが上からやってくれます。さっきのドライバーみたいでしょ、アイアンね、もっと衝撃だから。これアドレス、ね、OK、うん、肩の角度、うん、いきますよ、インパクトいきますよ、はい、なんと閉じてる、全然ボディターンじゃない、うん、逆でしょ、ショルダーは回らない。よくこう脊柱を意識して回るって、うん、違うんですか？脊柱だって背骨、背骨、ま、あと、あ、そっか、体幹とか体の中にまっすぐ軸、はいはい、軸ね、そう、それを多分私がついて、そうか、医療関係者だから逆にお前ら適当なこと言うなよ、ゴルフ業界の方使ってんじゃん、そういうことね。まあでも人間の体って、まあ、筋肉と骨がいっぱいその分かれてるんで、うん、まあ、1本の棒がコマがくるくる回るように一緒に回るわけじゃないってことですね、うんうん、当たった時にはそうです、骨盤は回転してますけど、うん、まあ、肩というか肩甲骨を結んだ線、これがまっすぐなわけですよ、うん、板として。でアドレスね、うん、上からがいいです、アドレスね。でインパクトで胸が肩が、はい、開いてない、この理由は何でか分かる、うんうん、これも意図的ではないんです、これ自然現象、勝手にそうなっちゃう。さっきからすげえヒント言ってるはずなんで、ここ理解しないとね、またね、アキちゃんビスイングって何すかとか来るからそうこれね、もう一回じゃあいいアドレスね、インパクト、アドレス、インパクト、これなんで？ドライバーの時はさ、うん、ちょっとこう開いたわけじゃん、うん、でアイアンの時は逆に閉じてるわけじゃん、うん、なんで？これ分かろうよ、
そう、これで答え出るまでこのままあのノーカットでお届けします。手？ヒント映像出てますよ。手？俺は何も言わないね。あのエンジェル康弘さんがね動画をヒントを。8度分が？そういうことじゃなくて、なんででしょう？なんですか、なんですか？え、これ本当わかんない？そう、開いてるっていうのはドライバーとの違いってこと？腰が、左のお尻が後ろに出てるってこと？肩ね、肩ね。なんでドライバーの時は開いたのに、うん、アイアンの時は閉じてるんですかっていうのが、なんでそうなるかっていうのは、もうだからクラブが違うからなわけじゃないですか。で、なんでクラブがどう違うからっていうのを答えてほしいだけなんですよ。浮いてるから。いや浮いてないから。つさん、やべえな。なかなかやっぱここにたどり着かないですかね。まあ、たどり着かないです。わかんない、うん、じゃあ答え言っちゃいますよ。はい。そもそもアドレスしてるボールの位置が違うじゃないですか。なるほど。ボールが、ボールがここにあるわけじゃん。うん、で、ボールがさっきはドライバーこっちにあるわけじゃん。うんうんうん、だからシャフトもこうなるし、うん、その分体も開くじゃん。確かに。ほら、ちょっと重ねちゃいますよ。重ねちゃいますよ。わかります？ボールの位置がこんな違うんですよ。なるほど。だからこの後にボールがその先にあればその分移動するわけだから、うん、うん、わかります。そこまで OK。 それとね、うんうん、でちょっとドライバー編に戻っちゃうんですけど、アキちゃんがさっき言ってた頭の位置言ってたじゃん、うん、ここだけもう教えちゃいますよ。もうほんと知りたがりだからね、アキちゃんは。いや、気になる。アキちゃんってほんとね、ちなみになんですけど動画とかよりね、実物の方が全然綺麗ですこれ実物の方が、え、違う違う、アキちゃんってなんか動画写りがね、あんまり良くないって言われてるんですよ。苦手なんですよ。けどね、めちゃめちゃ美人。よしよし、それは間違いない。何ですか、そこまで。あ、行きますよ。アドレスね、ここね、よくここに壁とか言うじゃん、うんうん、頭の、うん、じゃあインパクトで、この頭はどうなると思う？さっきまで動画出て、え、ちょっとか、何、顔こう傾いてる。どっち？え、右側に傾いてそう。インパクトの時だよ、うん、はい、じゃあ行ってみましょう。ドーン、逆だった。こんなに行くんですよ。こんなに後ろに行くの。本当ですね。すごいでしょ、うん、まあそれはそうなんですよね。引っ張り合ってるから。で、これができないからアマチュアの人は遠心力が来ないんで飛ばないんですよね。これね、これちなみにエンジェル康弘さん、これスインガーだよね。スインガーですあなたはヒッターだからできないんですよ。へー、これはすごいでしょ、後ろに、うん、ほら頭がこんなに後ろに、うん、頭動かさないようにってすっごい気をつけてたから。で、これは動いてはいますけど、うん、本人が動かしたわけじゃないんですよ、うん、バランスを取ってるだけ。それはあの体のバランス、エンジェル康弘さんの、それはね、アドレスから動きを見てもらえば分かる、はい、この骨を見てもらえば、うんうん、ここが前進するわけです。で、実は軸軸って言いますけど、うんうん、人間がゴルフをする場合の軸ってこっから下ないんですよ、うん、え、だってないじゃないですか。もう確かに、お尻の穴から足入ってない、うん、確かに。空中浮いてるわけですよ、うん、実質は、うん、下支えはしてますよ、うん、でこれがバーンっていくってことは、この棒はどう倒れますよ、右っていうことなんで、これが実は前進するおかげでバランス上倒れてくるわけです、うん、この動作が右に動かしてるわけです。なるほど。例えばこの右に動いたこの映像だけを見て、例えば、まあ、今はないかもわかんないですけど、頭を右に動かせみたいな、うん、それではないと思うんです。動くものであって、動かしているのはこいつが動かしているわけです。だから右に倒れるから高さも低くなって見えるんです、うん、なるほど。結果、右肩はすごく下がったような傾斜にはなるんですよね、うん、面白い。でボールを打つとこうなるんですよ。そう、確かに。でなるっていうだけで、うん、じゃあこれを見て右肩を下げろみたいな、とは違うんだよね。左肩を上げろとか、そういうことじゃないと思うんです。確かに。逆は起きないってことね、基本的に。OK ね。うん、OK。で、じゃあね、これね、俺今不安要素が1個あったんですよ、はい、エンジェル・アキね、素直だからアイアンでもこれやろうとしたんで、アイアンも説明してくださいって思った。これね、アイアンもやろうとしてるんで、あの、浮いてるボールと地面のボールの違いだから、やりそうでしょ、今やろうと思ったんですよ、うん、アイアンもやろうと思ったんですよ、違う。